どうもこんにちは。TCB 東京中央美容外科特別指導員の小宮山です。カウンセラーの佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は目頭切開の施術動画をご覧いただきながら解説をしていただければと思います。了解しました。目頭切開は大きく分けて4つの効果があると思います。まず1つ目は二重の平行を作りやすいってことですね。2番目に二重埋没をされた方はその二重の埋没が取れにくくなるというメリットがあります。3つ目に目の距離感ですね。目の距離感をバランスよく整えることができます。そして最後に目を大きく見せる効果があります。そんなにたくさんメリットがあるんですね。それでは施術のビフォーアフターの画像をご覧ください。この方は平行二重をご希望されておりました。先生、今回の目頭切開のポイントを教えてください。目頭切開には三日月法、Z 形成法、W 形成法といろいろあるんですけども、今回はそのうちの中で Z 形成法を選びました。 Z 形成のメリットは何ですか？平行二重を希望する場合、埋没法だけでは平行にならず水広になってしまう方がいるんですけども、その原因として考えられるのが毛根ひだの張りなんですね。毛根ひだの張りを解除するために今回は Z 形成法を選択しました。それではこれから施術のシーンに入ります。一部針や血などのシーンがございます。ご注意してご覧ください。 Z 型の特殊なマーキングをした後、麻酔をしていきます。極細の注射針を使用し、局所麻酔時の痛みを極力低減していきます。痛みや手術が不安な方は消気ガスや透明麻酔を追加できます。術後も内服薬の痛み止め、可能止めを処方しておりますので、麻酔が切れた時に飲んでいただくとほぼ痛みなしに生活できますね。そうですね。目頭切開は日本人に多い毛根ひだを数ミリカットして目の横幅を広げて大きくする施術です。二重整形と合わせて行うことが多く、目頭切開によって自然な平行の二重を作ることができます。目と目の距離が離れている方、目頭が丸くて小さく見えてしまう、二重を平行型にしたいのに末広型に戻ってしまうというお悩みの方が選択なさる処置ですね。マーキングに沿って切開していきます。Z 形成では切開と縫合の角度を調整することにより、しっかりと類型を露出させたり、少しだけ毛根ひだを残して自然な感じにしたりと自由自在なデザインができます。毛根ひだの皮膚を切除するのではなく、切った皮膚を立体的にずらして取り替えるため、不利な力がかかりにくく傷跡も目立つので解剖学的にも理にかなった方法です。こまめに止血しながら皮下を剥離して皮弁を活性します。周りの皮膚を傷つけないように注意しながら剥離していきます。切開した皮膚をずらして丁寧に縫合していきます。Z 形成では皮膚を切り取らないので、万が一元に戻りたくなった場合でも再手術が可能です。やり直しができるのは安心ですね。そうですね、安心ですね。
患部をきれいにして止血を確認します。止血を確認したら手術終了です。先生ありがとうございました。ありがとうございました。それではもう一度ビフォーアフター見てみましょう。すごくお目元が大きくなってパッチリしましたね。目と目の距離も近くなってバランスも整ったかと思います。そうですね、目頭切開はとてもメリットが多いので私のおすすめ手術となっております。ダウンタイムって大体どのぐらいになりますか？まず抜歯が大体7日目でできるようになっています。抜歯後はメイクが可能になりますね。でその後約1ヶ月くらいかけて傷がくっついてきます。洗顔はいつからできますか？洗顔は翌日から可能です。ただ優しく洗ってくださいね。ゴシゴシはダメです。本日は先生に施術の動画の説明をしていただきました。ありがとうございました。施術に関してご相談がある方はいつでもご連絡いただければと思います。概要欄から LINE を登録していただいて、いつでもご相談ください。インスタグラムや TikTok もやっておりますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。ぜひご覧ください。またねー。